この動画は乙女あゆいに英訳されています。モダン転載は禁止です。どうなってるんだ。KDRS-1、2、共にシステムダウン。ボルトの領域内活動限界まで残り45秒。まだ魔法領域から脱出可能なエネルギーと時間は残ってる。諦めちゃダメ。オートパイロットカローン前期ターミネーションモード起動。なんとしてでもオルトを領域内から引っ張り出して。全艦の電力を魔導法へ回せ。出力を上げて攻撃し続けるんだ。すでに出力は限界です。これ以上負荷をかければ発電装置が焼き切れます。構わん。10秒、いや3秒でもいい。マレウスの意識を魔法領域の防衛だけに向けさせるんだ。魔法領域の海面を撃って撃って撃ちまくれ。ステークスのみんなが外から援護してくれてる。今だ。魔導スラスターフルバースト。何？攻撃やめ。マレウスからの反撃に備えて全艦インビジブルシールドを展開。オルト、領域内での活動限界を迎えました。システムダウン、信号を補足できません。そんな。オル君。カローンテトラハンより入電。こちらテトラハン、領域外の海上にてオルトの機体を発見。機体に損傷あり、コアに損傷なし。全解析アンカー同海上にて回収。これより本部に帰投する。本当にもうママ心臓がいくつあっても足りない。奇遇だな母さん。私もだよ。ち、小賢しい人間どもめ。まあいい、何度来ようが同じことだ。招かれざる客は追い返す。何度でも、何度でもな。あれ、ここは。目が覚めた、アル君。母さん、父さん、僕。ケルベロスギアは特殊装甲で覆っていたコア周辺の一部パーツを残して大破。 KBRS-1-2 領機は領域内で活動を停止したわ。そっか、ミキトモを連れて帰ってきてあげたかったけど。あの子たちは立派に務めを果たした。魔法領域が解除されればきっとパーツを回収できるわ。そしたらママがピカピカに直してあげる。せっかく作ってくれたのにごめんなさい。何言ってるの。あなたが無事だったこと以上に大事なことなんかない。お帰りなさい、アル君。お帰り、オルト。よく帰ってきてくれたね。ただいま。あ、そうだ、解析アンカーは無事に回収した。お前たちは仕事をやり遂げたんだ。現在ステュークスの情報処理班が全力で解析に当たっている。マレウスの魔法領域は実に多重的で複雑な術式で構築されていて、危険体 F、 いや、グリム君にかけられていた古代魔術を思わせる。だが茨の谷の協力もあり、早急に術式の構成を解明することができた。もう？
すごい、最高の結果だね。いや、結果は最悪だ。え、どうして？マレウス・ドラコニアさんの魔法領域の仕組みを解明できたんじゃないの？ああ、完全にね。結果、あの魔法領域はマレウス・ドラコニアが自発的に術を解除するか、術者本人が消滅しない限り、領域外部からの破壊は 99.8% 不可能なことが分かった。そんな。あの領域の中では世界の法則すらマレウスにねじ曲げられてしまう。たとえ最高出力の魔導法で海面を突破できたとしても、領域内に入った瞬間に無力化されるの。ケルベロスギアを10万体ほど用意して同時に突入できれば、もしかしたら勝てるかもしれないけど。それは攻撃云々より驚きでマレウスさんを無力化できそうな気がする。いいアイディアでしょ。でもママがオートパイロット搭載のケルベロスギアを10万体完成させるより、広がり続けている領域が世界を覆う方が先になっちゃう計算なのよね。他にも懸念はある。賢者の島で眠らされている人々の精神は完全にマレウスが作り出した魔法領域に囚われている。そして解析の結果、彼らは全員夢を見ていることが分かった。夢って人間がレム睡眠状態の時に体験する幻覚現象のこと？そう。そして魔法によって相手の精神に働きかけ、夢を現実だと錯覚させる。その作用はラケシスシステムに類似しているわ。無理やり魔法領域を破壊すれば、そこに囚われている人々の精神が一緒に破壊される可能性がある。なるほど。つまりあの魔法領域は巨大なサーバーみたいなものか。ってことは、マレウスさんを何らかの方法で説得し、領域を解除させ、捕らえている人々を自ら解放させるしか解決策はないね。マレウスさんを何らかの方法で説得し、領域を解除させ、捕らえている人々を自ら解放させるしか解決策はないね。だってサーバーを物理的に破壊すれば、中に保存されているデータも破損してしまうわけでしょ。領域の外からマレウスさん、おばあ様が泣いてるよって呼びかけたりしてみる？昔の刑事ドラマみたいに。とりあえずマレフィシア女王陛下には進言してみるが。肉親が説得したくらいで穏便にオーバーブロッド状態が収まるなら、スチュークスもこんなに苦労してないわよね。もしかしなくても結構積んでない？あらあら、アルくん、今さっき自分で言ったこと、もう忘れたの？え？それって、マレウスさんを何らかの方法で説得し、領域を解除させ、捕らえている人々を自ら解放させるって言ったやつ？ピンポーン。でも、母さんも言ってたじゃない。肉親が説得したくらいで穏便に収まるなら苦労しないって。可能性がわずかでもあるなら、やってみる価値はあるわ。それから、ママ、別のアプローチについても考えてやるの。別のアプローチ？アルくん、これ、なんだ？ん？この映像は、兄さん？こんな映像、いつの間に？ん？ん？待って、これちょっと変だよ。兄さんの部屋なのに僕のメンテナンスドックがない。僕が編入して部屋が分かれてからも、あのドックは兄さんの部屋に置きっぱなしのはずなのに。あ、この映像、まさか。そう、これは夢の中にいるイデ君のライブ映像よ。ソースコードさえ分かっちゃえば、
鉄壁の魔法領域に外部から不正アクセスできる。バックドアを仕込むことができる。それを使ってアクセスすれば、マレウスにバレずに夢の中にいる人とコンタクトを取れちゃうってわけ。確かに技術的には可能な話だけど、すごいや。この短時間で領域内の情報を解析してピンポイントで兄さんの夢のアドレスを割り出すなんて。どう？これが人類最高峰のテクノロジーの力よ。見てなさい。すぐに全員の夢のアドレスを特定して管理システムを不正に構築してやるんだから。オルトとマレウスの接触ログを見てからずっとこの調子なんだ。おかげで情報処理班と技術部はフルスロットルで稼働してる。ああ、マレウスさんに大したことないって言われたのを根に持ってるわけか。母さんらしいや。こういう時、兄さんって本当に母さんによく似てるんだなって思うよ。はあ、でもよかった。よかった。夢の中の兄さん、すごく楽しそう。変な感想かもしれないけど、元気そうでほっとした。そうか、そうだな。どうやら囚われている人たちはみんな幸せな夢を見ているみたい。いい夢を見ながらたっぷり寝て、とみんな体力も魔力も充電満タンよね。だからそろそろ幸せな夢の世界にも飽きてきてるんじゃないのかな、なんて。ちょっと待って、もしかして母さんの考えた別のアプローチって魔法領域の夢の中にいる人たちにコンタクトを取って本人たちにマレウスさんをどうにかしてもらおうってこと？正解。外から手を出せないのなら中からなんとかするしかないでしょ。そんな無茶な。いや、でも確かに夢の中にコンタクトが取れるなら母さんの作戦も夢物語じゃないかもしれない。最初から無理だって決めつけて何も行動を起こさなければ可能性はずっとゼロのままだ。可能性が 0.001 だとしても、ゼロじゃないならそれは100になる可能性を秘めてる。だったらやらない理由はないよね。よし、それじゃあ早速僕が魔導回路にダイブして兄さんの夢に。待って、オル君。どうしたの母さん。兄さんにコンタクトを取るだけなら危ないことなんて何も。チン、ここからは私が話す。お前がイデアにコンタクトを取るにあたって一つ大きな懸念がある。懸念？夢の中のイデアが現実を、お前を拒絶する可能性だ。あ、お前も見ただろう。イデアの部屋からお前のメンテナンストックがなくなっていた。それが何を意味するのかわからないお前ではないな。お前にまた辛い思いをさせることになるかもしれない。まずは心理学の博士号を持つプロフェッショナルにコンタクトを試みてもらうつもりだ。なるだけ混乱を生まず穏便に事態の説明を。心配しなくても大丈夫だよ。え？だって兄さんだもん。きっとパソコンの中から美少年ヒューマノイドが拙者に助けを求めている。ラノベで5億回読んだ展開。ついに拙者が選ばれし者となるその時が来てしまったってこと？とか言うよ。いや、さすがのイデアもそこまででは。ママはちょっと言いそうだなって思っちゃった。反応はどうあれ、きっと兄さんは僕らの話を聞いてくれる。二人とも知らないの？イデア・シュラウドはヒトゥークスの所長と技術部主任が育てた異端の天才だよ。穏便な手段で遠回りするくらいなら
初等科で最速攻略を選ぶに決まってる。チャンネルの登録を忘れないでね。